どうも D チャンネルです。以前ですね、久しぶりに豚骨からスープを取って自作ラーメンを作ったんですけども、その際にですね、ある副産物を得ることができました。それがこちら、豚骨の周りについておりました、肉だったりとか、コラーゲンとかですね、そういうプルプルのところをなるべく骨を外しながら抽出したものになります。まあチェックが甘いんで、もしかしたら細かい骨も入ってるかもしれないですけど、でもね、これもね、全然まだ旨味があると思うんで、こういうのはね、やっぱね、煮込みにするとうまいんで、今回ですね、これを味噌煮込みにして、味噌コラーゲン丼にしていただこうかなというふうに思います。まあ普段から雑ですけど、今回もね、特にざっくばらんにいきますよ。まず人参、こうやって適当に天と地を落として、もう皮はめんどくさいんで剥かずに乱切りにして、人参の存在感をね、ある程度残していこうかなと。次にしめじ、これなんかはもう下の石突きの部分を落として、はい、小鍋の方に入れました。まあ今回唯一と言えるポイントなんですけども、こういう野菜たちを下にして、上にこの肉部分ですね、こういったの乗っけると、やべ、冷蔵庫で固まって全然入らねえ。うわ、もうゼラチンが固まって、もうでっけえかき揚げみたいになってる。これで煮込むとですね、この上側の肉の旨味っていうのが下に行ってですね、しめじとか人参とかいった野菜類に染み込んでいくわけですね。今回ね、がっつり煮込んでいきたいと思いますんで、もうね、一体感を目指すような、そういう味わいで。そんなわけで、ここに和風だしの素、みりんで、お味噌を加えるんですが、お味噌はですね、2段階に分けて加えます。最初のお味噌は、味付け用の味噌で、仕上げの段階で、もう一回加えます。で、野菜からも水分出るんで、そんなひたひたにかぶらなくてもいいぐらいの、もうちょっと底の方に水があるなぐらいの水量で、これぐらいで大丈夫だと思います。で、火にかけて最初強火で沸かして、沸騰が始まったら、この上のコラーゲンたちをほぐして、なかなかほぐれねえな。まあ、ひとまず沸いたら弱火に落として、あとは、気の済むまで煮込む感じで、主に自分は人参がくったりするまで煮込む感じですね。まあ、時期が時期だったんで手に入らなかったんですけど、あればごぼうとかレンコンとか根菜類が結構相性いいような料理だと思います。まあ言っちゃえばもつ煮込みみたいなもんだし。コトコトと弱火で30分ほど煮詰めましてですね、こんな感じで水気がだいぶなくなって、一体感のある仕上がりになりました。そしたら仕上げに、味をちょっと引き締める役割の醤油をちょろっと加えて、さらに風味付けとしての追い味噌を加えて、よそったご飯の上にドーン、できました。豚骨の端材の部分で作りました味噌煮込みコラーゲン丼です。もうこれ食ったらもう全身プルプルでしょう。おっと、その前にちょっとデカめの骨を発見してしまった。状況が甘くなかった。いざ、いただきます。おっ、今人参とかしめじとか一緒に頬張ったんですよ。全部ね、豚骨の味がする。豚骨のね、まろやかな感じに味噌の風味が非常に合いますね、やっぱり。でも全体的にね、もうドゥルドゥルしてるんで、非常にね、ご飯とマッチするんですよね。で、ところどころにこう豚骨についてた肉の繊維の部分が当たって、そういったホロホロ感といいね、しめじのくにくに感とかいい、いろんな食感があってね、非常に食べ飽きない感じですね。味は非常に美味しいですけど、こういったのを作る際は、皆さんの自己責任で、ものすごい細心の注意払って、骨の部分から肉とかそういったのを外してください。もう自分みたいにね、豚骨グズグズまで煮ちゃったらね、全部の骨を受けるってまあ難しいですね。